はい、億万長者合宿シリーズをご覧の皆様、こんにちは。やっぱりね、どうやったらお金稼げるんだっていうふうなことがずっと頭にあると思うんですよ。で、私もそうなんですけども、吉田さんもそうなんですけども、お金を稼げる方法は知ってます。それをずっとね、繰り返し申し上げてるんですけども、やる人はいないんですよ。やる人がいないから、なかなかね、証明のしようがないんですよ。でも私は吉田さんがね、ずっと言ってること、こうやったらお金が稼げるよってことを、やらない人はどうですかね、稼げてますかね。やらないから稼げてないですよね。やってる人はね、お金こんな状況でも稼げてるんですよ。だから道は2つです。お金を稼ぐ方法を諦めてやるのか、お金を稼ぐことに興味を失うのか、どうなんですかね。じゃあですね、どうやったらお金稼げるのかを申し上げますけども、もう繰り返し言ってきたことですよ。それは発信しましょうってことなんですよ。あなたが発信しないと、あなたのところにお金は入りません。そうじゃないですか。それ以外ないんですよ。知られていないところにどうしてね、お金入るんですかってことですよ。少なくともあなたの銀行口座を私も知りませんし、世間の人誰も知りませんよ。まあ銀行の窓口の人ぐらいじゃないですか、知ってるのは。で、銀行口座が分からないのにどうやってお金振り込むんですかってことなんですよ。で、今度は銀行口座が分かったとしてですね、なんでお金振り込まないといけないのってことなんですよ。お金振り込みたい動機にならないですよね。だからその動機を想起させるために発信をしていくんですよ。ああ、この人の言うことをためになるなーと、お礼したいなーって思えるぐらい情報発信したりとかね、 Q&A やってみたりとか、いろんなサービスを提供する。今の時期だったら安心とかね、安定とかを提供するわけなんですよ。だからそういうふうに、あ、この人の話ためになるなとか、この人の存在ってのためになるなって思われるからこそ、その恩返しとして入金があるっていう部分もありますんでね、だからそういうふうな、何かもらうことを期待するんだったら、そのあげたいなって思わせるようなね、そんな存在にならなくちゃいけないってことなんですよ。じゃあその存在をアピールするために、重要なプラットフォームっていうのは今インターネットっていうのがあるから、インターネットでつながっていきましょうってことなんですけどね、で、もう一個切り込むと、何に対して役に立つのかってことをね、自覚しないといけないんですよ。自分はどんなことだったら役に立てるかなと、お金を払ってまで自分に頼みたいという、そういうふうに思われることって何なのかなと。何もないなと思ったら、それはね、いや、なかなかお金にならないんじゃないですかね、やっぱり世の中っていうのは、役に立つ人にはそれなりの恩恵があって、役に立たないと思われれば無視されてっていうところじゃないかなと思うんですよ、そうじゃないですかね、役に立たない人にもね、やっぱこう言い方ひどいですけども、役に立たない人にも一方的に何か提供したいと思える人ってのはあんまりないんじゃないかなと思いますよね、で、今その情報化社会になってもう久しいわけですけども、この人が欲しがってる情報ですよね、そういったものを伝えれるような人間になることが、信頼を積み上げることになるんじゃないかなと思うんですよ。例えばね、今ね、多くの方が困ってる時なんで、実はチャンスっていう捉え方もあるんですよ。飲食店されてる方とか、観光産業に従事されてる方、なかなか今売り上げ上がんない、集客できない、集客活動することもできないと、苦しいですよね。じゃあそういう方がね、どうやってこの厳しい資金繰りをくぐり抜けていくかってことを、お手伝いしてあげるような情報発信でできるはずなんですよ。単純なのが、厚生労働省とかね、経済産業省のホームページで、今のような状態の時に事業者さんをお助けするような制度がどのくらいあるのかってことをね、自分で調べて、ただですから。で、それを発信していくこと、それを必要としている人にやっぱ届けてあげることで、詳しく教えてくれませんかっていうふうになるんじゃないですかね。少なくともそういう反応を取ることができるんですよ、発信をたくさんやると。で、プラスですね、どういうふうに手続きしたらいいんでしょうかっていうふうに考えてくださる方もいると思うんですよ。で、そこにですね、じゃあ書類作成のアドバイスをしますと、それによって報酬をいただけますかっていうことも言えると思うんですよ。もちろんこれ成功報酬でもいいと思いますしね。だから今みたいな状況でもやりようはあるんですよ。なかなか忙しくって、書類のことが手が回んない、調べることに手が回んない、情報の選別に手が回んないって方はかなりいますからね。じゃあ自分がその情報収集と分析と情報処理の代行をしましょうって形でね、アドバイスを買って出ることもできると思います。で、そのための活動をしてますってことを発信し続けることによって、自分が何ができるのかってことが世の中に知らしめられるってことなんですよね。まあそうなるとですね、そのミッションが成功した暁には、ぜひお金を支払わせてください、恩返しをしたいんだっていうふうになるんですよね。だからこれが本当のギブ&テイクなんですよね。多くの方が考えているギブ&テイクっていうのは、もらったら
返そうっていうふうなずるい考えなんですよ。もらった人には返そう、年賀状来た人にはお返ししよう、お歳暮もらった人にはお返ししようね。こういうふうに自分が満たされないとお返しっていうかね、人に提供しようっていう気持ちもなんないんですよ、ほとんどの人は。でもそうじゃないんですよ、そうじゃないです。我々ビジネスマンはもらってもない人に感謝とか提供することによってもうね、お返しをしたくなるような人を作っていくってことなんですよね。ですんでこの辺はですね、もう全く発想を変えていかないといけないです。多くの方はもらわない限り返さないんですよ。多くの方はね、自発的に自分からどうぞっていうふうにはほとんどの人はしません。ですんで我々がもらってもいないのに提供しましょう、あげましょうっていうふうにしていくことによってチャンスが生まれるんですよね。これが億万長者の道だと思いますよね。億万長者じゃなくてもお金を稼ぎたいと思うんだったら発信し続けることです。残念ながら発信をするぞって決めても3ヶ月経ったら発信しなくなってるんですよ。何なんですかね、そういう甘い世界ではないと思うんですけどもね、少なくとも私のね、吉田さんの10分の1ぐらい発信してからうまくいくのかどうか決めても遅くないと思うんですよね。10分の1でいいですから。いや、何言ったら100分の1でもいいですよ。100分の1ね、100分の1でもなかなかついてくれないと思うんですけども、でもね、稼ぐって決めたんだったらなかなかできないことをやっていくんですよ。それが突破するってこと、ぶち抜くってことですよね。ぶち抜いてもいないところに何の光が見えるのかなと思っちゃうんですけどね。では本日の億万長者合宿シリーズ以上です。